こんにちは amazon 演出サポータータ堀秀です、えー、今日は商品の仕入れの際、ね、結構 amazon で仕入れてまあ、それを、えー、オーストラリアに送るという場合もあると思うんですけど、まあ、その場合にね、えー、カートを取ってる商品で自分はプライムサービスに入ってるという場合はね、えー、当然送料ゼロという前提でまあ、カートに得て買っていくと思うんですけど、まあ、これ実はね確認して買わないと、えー、送料ゼロじゃない 出品者から買ってる場合もあるというのでねカートに入れて決済する前にチェックしてくださいというか買うときはねこの一覧を押して、まあ、一番安くなる人から買うというのがね、まあ、鉄則ですでちなみに私も昨日この本を買ったんですけど、まあ、普通にねカートに入れると今現在は Amazon になってますけど 昨日だとね、amazon が1週間か2週間で配送しますというふうになってて、amazon じゃない出品者になってました。で、決済の時ね、えー、見てみたらこう送料かかってるというのでね、えーま、これはまずいということでね、えー、amazon に変更しました。で1週間か2週間ってなってますけどね、えー、今日現在今見ていただいた通りも amazon に在庫入ってますんで、えー 特段ね、もうすごい急ぎじゃなきゃいけないという場合以外は、えー、送料ゼロで買った方がいい。で、Amazon 日本アマゾンの今のアルゴリズムだと、えー、すぐに遅れる出品者がポイントが低くなかった場合は、そのすぐに遅れる出品者にカートを取らせるというふうになってますで。これしょっちゅう変わるんでね、えー、自分たちがオーストラリアアマゾンでカートを取るときもそうなんですけど、しょっちゅうアルゴリズムは変わります。で、何しろ、 カートを取れれるとと売れやすいというのが、ね、自分たちがこの送料をかかっても気づかず買っちゃうということで実感するのはちょっともったいないんで決済の時に送料確認すると。でいっぱい買った時ね送料ありの人も買ってて他に送料なしの人買ったつもりがありになってたってこともあるんでね送料誰からかかってるか商品一覧を見てチェックしてください。 またこのチェック方法とはね、えー、見てよくわからんということであれば、えー、その買うときの画面キャプチャーを送っていただければチェックしますんで、何しろ無駄な送料は払わないように、ね、昨日だとこういうふうになってました。この出品者、ね、6日から10日以内に発送しますってなってて、なぜかカート取れてた。アマゾンは1週間か2週間で、えー、発送しますって言ってカート取れてないと。 珍しいパターンでしたけど、こういうこともあるんで、こういうことがあって、自分が売れることもあれば、ね、こういうことがあって、ついつい、えー、なんか、忙しく、さささっと仕入れると、払うはずじゃなかった送料を払ってしまったということになったりもしますんでね、えー、仕入れ、アマゾン仕入れの場合は、この送料チェックというのをね、必ずして、いいとしない送料が、えー、支払われてないかどうか。 確認ししててから仕入れをしてくださいまた、仕入れ方法についてはね、ちょっと基本的なことなんで見落としてましたけど、商品選ぶだけじゃなくて、えー、仕入れの際のこのサイトをある、あるいは送料のチェック等のね、動画も追加で何本かアップしてきます。先にね、こういうケースどうなんでしょうと、ね。例えば、アマゾンから買うのがベストなんですかとかね、えー、そういうことを質問あれば、ご質問いただけるとね、質問いただいた分から優先して動画アップしてきますんで。 疑問に思っていること、確認したいこととあれば、またお気軽にご連絡ください。以上、Amazon 室サポーター、堀秀夫でした。